Alright, thank you so much for checking out Christmas Room! <S 今日はですね、なんと感謝の気持ち。Thank you so much! なんとチャンネル登録者10万人を超えました。本当に皆様のおかげです。ありがとうございます。いや、本当にね、これからもね、勇気が出る、愛が溢れる、本当に幸せになれるようなネタのビデオを YouTube でいっぱい広めたいなって心から思っておりますので、こんな応援を受けて、こんなね、 本本当当ににエネルギーをもららって心かあありりががととううございますちょっとね、僕から今後どのようなビデオを作っていこうかなというのを考えててぜひです、ね、皆様のお力をお借りさせていただければと思っております。ちょっとね、ここにパッてこっちかこっちに質問が出るのでどのようなビデオを見たいのかというのを教えてくれないかな。OK! じゃあね、ちょっと5種類のビデオがあるのね。 でどのようなビデオを見たいのかっていうのをポタッてボタンを押してくれると僕が分かるのであのお願いいたしますまずはやる気が出る方法とかテクニック系のビデオだよね時間の使い方とか、まあ、勉強が楽になる方法とか仕事の効率が上がる方法とか、まあ、結構そういうテクニック系なビデオが見たい人はそれをしてください。次がどうやったらら怖い職場から抜け出して 心から本当にやりたいことで実際に生きていくのか本当にリアルな話どうやったら恐怖がある職場から離れていってやりたいことで生きていって成功していくのかそういうのを見たい。で3番目がメンタルが強くなる方法自信がついていく愛が自分を本当に愛せる。 他の人も愛して他の人にもっと愛を与えてで本当に幸せを手に入れていくっていう方法そのような系を見たい。で4つ目が、まあ、ビジネスだよね,ねビジネスの5つの、ね、ふりかけマーケティングセールスとかキャッシュマネージメントとか、ね、青色と白色の確定申告の違いは何ですかとかそういうのを、ね、知りたいとか。 ねそういうまあ、もうちょっとビジネスでクラウドファンディングとかそういうのもいいんだけどねそういうい経営的とかでもありだしまたはもうあのアドベンチャー、ね、僕がアドベンチャーアメリカに行ったりとかちょっと世界回ったりとかそういうのも、ね、今後はあのたまにやっていく予定は入れてるんだけどアドベンチャーだけでいいよとか、ね、そういうのみ見たいのかっていうのをぜひ教えていただければと思います。 でね、他にもなんかこういうの見たいなって言ったらぜひね下のコメントに書いていただければ僕確認しますので教えて頂ければ本当にねみんなのこれ本当に僕のチャンネルなんてそんなことは思ってないんだよみんなのチャンネルでみんなのねやっぱ10万人こういうのに興味がある、ね、幸せになっていきたい自由に生きていきたい、ね、好きなことで。 ね、キャリアを作っていこうよって幸せになっていこうよっていうのは本当にねこんな10万人が同じことを思ってるから、ね、僕がたまたま YouTube で出てるっていうだけだから本当に僕はこれとあなたのチャンネル、ね、この僕とあなたのチャンネル。 あなたと君のチャンネルみたいなちょっとこれ本当のみんなのものだと思ってるからぜひねなんかみんなで一緒にどういうことを YouTube にあ上げていくのかっていうのもねちょっとずつ考えながらできればと思います。Yeah, a l r i g h いや本当にねみんなありがとう心から感謝しております。でねもう一つねちょっとね追加のメッセージみたいなのがあるんだよ。実はねあの LINE 毎日本当に。 その20件から30件とか LINE アップで質問を受けてて実は僕、まあ、意外と答えてるんですよで、まあ、文章で答えてるよりっちゅうか、まあ、iPhone 出してで iPhone で質問を答えてでクリスのヘア「部屋 Q&A」っていうチャンネルに「アンリストって後悔しないでプライベートモードみたいな感じで返事で答えてるんだよね。でこれちょっと見てて、まあ、そこにも意外とビデオが載ってるんだよね。 で今ちょっとチームとかで話してるんだけどこれ後悔してもいいんじゃないかっていう話があってちょっとねもう1回ちょっと質問ささせてください僕が iPhone で答えたりそういうのを、ねね、結構あの,あの撮影的には綺麗じゃないんだよどソロモーションとか全然入ってなくてもう本当に通勤中に答えたりとかアメリカ旅中に答えたりとかそういう感じなんだけどクオリティは結構ね 720p とかすごい低いよ 4k じゃないんだけどそういうのを。 見たいでここが質問なんだけどそういうビデオは別チャンネルに出しちゃっていいかな,どうなんか僕的には結構なビデオなんだよね一日3回とかやる時もあるしもう週に何ね何10本になる可能性もあるんだけどそういうのをいきなりこのメインのチャンネルにバッてフラットみたいにしちゃったらどうなんのかなって思ってて。 でちょっとここでお伺いたいのはそれ別チャンネルでやっぱこういうのを Q&A 専用でもう気軽にクリスがなんかバンバンバンって答えているというのを別チャンネルで用意してクリスの部屋 Q&A でやるそれかこのチャンネルでやるべきか全然問題ないよとかこのチャンネルでやった方がいいよというのをちょっと教えていただければ本当に助かります。All right、いや本当に、ね、皆さんんのおかげですあ、そうだ忘れてたなんとね YouTube えっと、チャンネル登録者が10万人を超えると YouTube スペース六本木ヒルズの28階かなをのステージを借りれることができるんだよね。なので早速、えー、とおととい YouTube の人たちに連絡してちょっと今2月の後半3月前半なんか。 イベントスペース貸してっていうあのオフィシャルな連絡をしたのであ,あのね本当にできれば、ね、YouTube スタジオを使ってまあ本当に気軽にね何ヶ月には1回みたいな感じでそういう感じでイベントをやってで僕が紹介したい人とかを直接ゲストとして呼んでさなんか楽しいイベントとかも聞かして企画してますのでそれにもねぜひねなんかみんなと一緒にやっていければもう本当にみんなが応援してくれたおかげでこういうのができるので俺。 本当に幸せ。本当にありがとうで。これからも頑張っていきますので、ぜひどのようなことを見たいのかとか、どういう,こ,う,いうことについて話してとか教えていただければお答えいたしますので、これからもあの応援をよろしくお願いいたします。Alright.Thank you so much for checking out this video。本当にいろいろボタンを押してくれて本当にありがとう。ねこれからも一緒にね頑張っていって楽しくやっていこう。Alright.Thank you so much, you guys. I love you guys. And I'll see you in the next video. ありがとう。